みなさん、こんにちは。マーティン、ダーのミヤクーボーイ、キングタケです。沖玉地方、おすすめの温泉紹介します。小野川温泉、これで、郷土浴場、今でも活躍している場所でございます。白部温泉、これ、米沢ですね。はい。まあ、新高湯温泉、これ、ロープウェイあって、まあ、いい場所です。五色温泉、これ、スキー場、攻略地で右にある。滑川温泉、これも米沢にあるんです。これ、山奥の温泉。乳母湯温泉、これ、初めて聞きました。カモシカ見れます。はい。 笠松温泉、これ、日向ぼっこ、やってくる温泉。湯の沢温泉、これね。ギュネザー牛のお名物、はい大平温泉。大平温泉ですね、はい。まあ、これ、秘境ですね、秘境。はい。岡原温泉、初めて聞きました、これ。市民の家ですね、はい。栗子温泉、これ、ホテルの眺め。まさに絶景から絶景かな。福島の県境の近くですね、はい。赤い温泉は内容市これ、人気な場所でございます。宮内温泉、これ、日本に4カ所だけと、 温泉の専門家が、はい、あった場所。ハイジア赤い温泉、これ、ハイジアパーク内容にあります。これだ、大露天風呂、本当にすごいです。長い温泉、あとは大沢温泉、白川温泉、白川荘があるそうです。はい、釣り堀もあって。いいです、お川温泉、これ。広い敷地、いいですね。玉庭に温泉、川西町にあるそうです。プール、温水プール、いいね。川西温泉、これ、ダリラ園の隣にあります。湯沼温泉、高畑町です、これは、はい。 まほヨば温泉、まあ、太陽館とかいろいろありますね。はい。高畑町にあります。飯田温泉はも、おうに町、意外と飯田にあるかと思ったら、おうでした。おう温泉、あとは、あわの湯温泉、これ、あわの湯と命名した場所。大滝温泉、これ、山菜採りでにぎわいます。おう横川温泉、はい。白高温泉、まあ、効果ある場所。黒鴨温泉、あとは、タの湯温泉、パイス、松風ですね。下山温泉、とかいます。以上です。バイバイ。